センターの対策の方が大事。絶対センターですね。いやだって決まってんじゃん、はい、出方。そうですね、うん、はい。どんな話で伝えたら分かりやすいかっていろいろ僕も考えたんですけど、うん、結構判別式を例によく話すことが多くて、うんうん、武田塾教務主任の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はい、センター試験が近づいてきました。この放送は果たしてセンターの前なのかっていう前だと思います。前かな、大丈夫かな、はいはい、でやっぱりセンター試験といえば悩みが尽きないじゃないですか、うん、いや苦しむ人多いですよ、ね、僕も全国回ってますけど本当にセンターの質問が多いですね、はい、多いですよね。今日も武田塾チャンネルに届いてます質問が、はい、読み上げます、うん。白チャートの基礎例題を9割ぐらい解けるのですが、センターで一切点が取れません。うんうん、8点例題やエクササイズもやらないとセンター数学の点は上がらないのですか、うん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 、でセンター数学に関する質問が出てくるんですけども、ね、一切点が取れませんなのか何点なのかちょっと気になるところではあるけど、ね、はい、まあ、考えられる理由は2つあります。お、うん、1個目は1個目はもうセンター対策してないからですね。なるほど。これどうなんですか、その発展レーダーやエクササイズみたいな、うん、その演習とかが必要なのか、うん、むずい問題の対策が必要なのか、うん、センターの対策が必要なのかでいうとセンターの対策の方が大事。絶対センターですね。おいやだって決まってんじゃん出方。そうですね、うん、はい、かなり特殊ですよね。そう、はい、あの誘導にね、うん、乗るのがきついんだよね最初。そうなんですよね、うん、あのいくつか解き方があったとしても、うん、その誘導に乗った解き方を選ばないといけないんですよね。そう、センターは誘導なしでやると難易度上がるんですよね、うん、あれは結構むずいですよね、うん、誘導なしだったらなかなか解けない人多いんじゃないかなと思います、うん、なのでセンター形式になれるっていう意味ではやっぱり寸大の短期攻略と基礎編とかね、はいはいはい、あの辺から、はい、まあ、で一気にやるのがきつかったら白チャートの一分野と短期攻略の一分野って感じでセットで一分野ずつ潰していくっていうのが手っ取ればいいんじゃないかなっていうふうに。白チャートの微積やって、うん、短期攻略の微積やるみたいな分野ごとに潰すってことですね。でもう一個の理由は、はい、あの基礎例題が9割解けるって書いてあるけどそれが初見で解けるような解き方になってるかどうかですね、はい、なるほど。そうですよね、うん、例えばその定期テスト前でも、うん、数学の学校の問題集答えはとりあえず覚えたと、解き方はもうパターン暗記したと、うん、でも定期テストになって初めて見る問題になったら対応できないっていう数学苦手な子結構多いですよね。多いですね。その子と同じ状況ってことですか。そう、つまり回答を見たら分かるけど自分じゃ解けないパターンですね。なるほど、うん、これやったことあるみたいな、はいはいはい、あのこれ真剣ゼミでやったってテストの後に気づくみたいな。なるほど。試験中に気づかないとダメだから。これでも試験中に気づきたいわけですよ、うん、そうですね、まあ、どんな話で伝えたら分かりやすいかっていろいろ僕も考えたんですけど、うん、結構判別式を例によく話すことが多くて、うんうん、例えばその数学基礎問題成功の判別式を使う問題があったとしたら、うん、じゃあこれどうして判別式で解いたのって生徒に聞くようにしてるんですよね、うんうんうん、そしたら生徒はあの2パターンあって、うんうん、これは問題文に実数解が、重解を持つとかっていうふうに書いてあったから判別式 D イコール0を使いましたっていう答える子もいれば、うんうん、いや問題の解答解説に判別式を使うっていうふうに書いてあったから僕も真似して判別式使いましたって、うんうん、2パターンあって、解答解説を覚えてる後者の子は数学の初見力がめちゃくちゃ低いんですよ、うんうん、でちゃんと問題文から読み取って判別式を使ってる前者の子は初見の問題でも対応できるんですよね。そうですね、はい、うん、そう、その通りだと思います。だから、はい、やっぱこの目的がずれちゃってるっていうところですね、うん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 、その問題を解ければいいっていうのとその問題を使うっていうのはまた全然違う話なんで、そうですね、うん、だからさっきの話だと前者が入試用で後者が定期試験用なんですよね。そうですね、うん、なのでそこができているかどうかも確認した方がいいかなと、はい、でも根本的にはセンター対策不足が一番の理由だろうなとは思いますよね、うん、まあ、センター対策短期攻略とかセンターの過去問でセンター対策がまずした方がいいんじゃないかと、うん、いうことと、ね、白チャート9割できるって言ってるけども、はい、その一問一問の解き方とかをちゃんと言えるのか、うん、回答の1行目がどうしてそういう解き方になってるのか説明できるのかとかも見直した方がいいんじゃないか。はい、そうですね、はい、そんな感じでセンター数学頑張ってください、はい、今回は以上です。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあればいつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい、そんな受験相談のお申し込みはこちらで、はい、我々2人プラスあと高田くんで、高田先生、若手が送る若手 TV、 これが始まりましたね。やばいっすね。そう、こちらはですねちゃんとこちらから見れます。はい、最後ですね、やっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね、皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひ
お願いします。お願いします。